高見湿地は、台湾台中市清水区西部、台湾海峡と大口径川口の寄水域にある湿地。一帯は、高見野生動物保護区として、生態系が保護されている。台湾のウユニに縁故とも称されている。かつては、海水浴場だったが、戦後に、大中港北岸で、砂堤防が築かれて、以降に大口径との間に砂礫が堆積し、 現在の湿地帯となった。保護区は、清水大廃と大光景の2カ所から淡水が流入し、浮き上がら族の伊勢浮き上がらや小木の爪族のヒグロフィラ、ポゴノカリクスなどの絶滅危惧種かつ、台湾固有種の動植物が生息している。高見湿地に成長する、ウリン肝臓体中高風力発電所、高見東大日本統治時代の1932年に、 台中州大港軍清水街役場が高見海水浴場を運営、一般開放していた。戦後も国民政府の統治下で運営は続いたが、重大建設により台中港の建設が決まると徐々にその範囲を狭めた。台湾港、つとむ港市台中港無局が台中港北方に砂堤防を築くと土砂の沈殿速度が加速し、湿地帯が形成された。 港無局は、氷砂干渉区として、観光客の流入を防止した。1976年に、海水浴場は閉鎖された。1995年、海土発電所の投資家が、台中港に第二火力発電所の設置を計画したが、それを知った、当地住民たちは、台中火力発電所による、郊外汚染の再現を恐れ、反対運動を展開した。 台中圏政府はそれによって、高見湿地を生物保護区とする準備に着手した。海道発電所は1999年3月1日に、起工式典を迎えていたが、2000年3月2日に建設中止となった。その後、跡地には、台中港風力発電所が建設され、2007年6月より商業運転を開始している。 漁民の生活保障などを争点とした県政府の座談会などを経て、住民たちも生物保護区設置を容認するようになり、行政院農業委員会は高見野生動物保護区設立を決定。これを受けて、大中県政府も2004年9月29日に登録広告を行った。2007年12月19日、中華民国内政部営検所は高見湿地を 国家旧湿地へ編入した。高見湿地はその夕日の美しさが絶景スポットとして国内外の注目を集め、日を追うごとに観光客が押し寄せるようになり、湿地の破壊も深刻化した。2011年に台中市政府は観光客が立ち入れるエリアを規制するようになった。2014年6月7日、湿地には政治参道が設置され、観光客が りに立ち入ることによって、沖合の潮招きの生態が脅かされないように配慮した。この参道は全長691メートルで観光客の生態観察と湿地環境保護の両立が実現した。同年9月27日、交通部港港局は閉鎖されていた高見灯台を修復、リニューアルし、観光客向きに開放した。 同年11月18日、ビジターセンターの駐車場が開業、付近を経由する路線バスを集中的に停車させるようになった。高見野生動物保護区は大口景川口南岸と大中港の間に位置し、行政区画上は清水区の高北里、高西里、高南里の三里にまたがっている。第十一線以前の五岸堤防と併設された。 道路の番古領海、筒見、高見1号2号海底を東端とし、西端は台湾海峡平均停止汚染までの海域、北限は台安区の台安海底より南側大口径河口を包括し、南限は台中港北岸の差しとなっている。総面積は701.3ヘクタール。このうち高見海、筒見一帯の総面積約三百ヘクタールの干潟は、 同じ台中市内にある大原谷口湿地に比して10分の市の面積に過ぎないが観光客の注目を集める高見湿地として知られている。現在、この保護区全域は台中市政府農業局によって管理されている。市内東海大学教授の林江晋による1年間に渡る調査で蟹類が7か25種、貝類が7か8種、魚類が3か6種。 蝶類が34か104種、植物が27か105種の生態が確認されている。このほか内政米検書の国家重要質地の統計では、現在蝶類が9種の保護種目を含む34か135種、カニ類は7か30種となっている。清水大肺で成長するマングローブ林教授は、調査期間中に、 ウリン肝臓が成長している区域でメヒルギを発見した。本来は、高見湿地で生息している種ではなかったが、人為的に植栽されたと見られており、除草を経て、清水大廃一帯でのみ児童学習用に保存されている。高見湿地には絶滅危惧種かつ、台湾固有種とされる浮き上がら種に属するウリン肝臓が生息している。2000年の統計では、ウリン肝臓が生息する、 湿地総面積は5ヘクタールで、大原系加工が元の分布域だった。釣り堀や農地としての人員利用を経て、高見湿地は台湾中部地区で唯一のウリン肝臓生息地となってしまった。台安区や清水区で分布する台安水味のゴロモの内高見海底内の地床付近で国際自然保護連合に絶滅危惧種に指定されているため、柵で囲われて保護されている。 北米原生の外来種であるスパルティナアルテルニフロラの強力な繁殖力により湿地が陸地化する危機に見舞われている。陸地化を許した場合、それは湿地の生態系も変容することを意味するため、中国などでも駆除とその研究に多額の費用を投じるなど深刻な問題となっている。台湾では2006年以降に北中部の川口部でスパルティナの侵入が確認され、 高見湿地を含むいくつかの砂浜や湿地が、陥落している。台湾重要野鳥、政治手殺によると、高見湿地にはカラシラサギ、ヨーロッパ中飛、ミサゴ、タマシギ、ツバメチドリ、コアジサシ、エリグロアジサシなどの7種の希少鳥類が生息し、絶滅危惧種のクロツラヘラサギ、ツバメチドリ、アカモズ、カササギなどは、保護対象となっている。その他、シロチドリ、 ヒドリガモ、キアシシギ、オグロシギ、キョウジョシギ、キガシラカナリアなども確認されている。川口で繁殖するウリン肝臓ンは生活排水などを吸収し、水質を浄化するだけでなく、低生生物の生息に必要な有機物質を供給していることで、干潟の飛びハゼや高濃度の塩分の水域で、生息する南米月ガニに淡水を供給したり、魚群を引き寄せることで、 渡り鳥の生息環境を整えたり、保護区内で唯一解放されている漁民の活動が、当地の漁業収入をもたらすなどの恩恵がある。毎年百から2百羽のズグロカモメが越冬し、ウリン県の北高系川口とともに、台湾では最多生息地となっている。高見海包から北方へ行くに従い、ウリン肝臓を主体とする干潟から、地がややよが分布する歴史的で覆われた森地部や、 ハイドへと風景が変化する。その歴史跡部は、干潮時に、富士壺が好む生息地となる。高見野生動物保護区の遊歩道高見、野生動物保護区は一部に立ち入り禁止エリアが設けられており、台中市政府は、湿地出入口と案内板に警告を表示している。山道から海域に飛び降りたり、立ち入り禁止エリアにりに侵入した場合、 規定により5万円以上25万円以下の罰金が課される。海口南路、五岩路、高見路に面している。ビジターセンターには公う,う駐車場があり、堤防周辺には民間の市営駐車場もいくつかある。漁業交通中止化客運高見野生動物保護区に関するカテゴリー。ありがとうございます。